はい、ではですね、今日はウェスティンホテル、淡路島ですね、淡路島のウェスティンホテルのレビューをですね、少しさせていただきたいと思います。まあ、今日2019年3月30日に、淡路島にですね、家族旅行に来て、で今日ウェスティンホテルの方に泊まってるんですけども、まあ、こちらでですね、まあ、部屋は大体、まあ、小さい子供もいるのでベビーベッドを準備していただいたり、まあ、テレビは大体どうでしょう、40型ぐらいですか、ぐらいで、まあ、すごくですね、ベッドが分厚い、かなりすごい仕様のベッドということで、これフロントにですね、ベッドのモデルが、まあ、うちのベッドはすごいよっていう、高性能だよっていうことを歌ってましたね。で、あとはこういったおしゃれな、さすがウエスティン、まあ、ウエスティンすごいですかね、すごいのか、ちょっと今知識が乏しいのであれなんですけども、まあ、おしゃれな壁の貝殻というところですかね。で、一番インターネットを使って、まあ、ビジネス的なところをしてるので、一番気になるのが Wi-Fi ですよね。Wi-Fi。大丈夫です。書いてるかな。アクセプタブル USB ポリシー。まあ、これがですね、まあ、止まれば、ここの、Wi-Fi が使えるということで、しっかりと完備されてますね。で、一番驚いたのは、さっき動画ですね、10分ぐらいの動画をアップロードしたんですけども、かなり早いですね。すごく早いので、ここで止まって、まあ、インターネットをですね、使って、まあ、動画をアップロードしたりして、仕事をされる方っていうのはすごく使い勝手がいいんじゃないかなと、まあ、そこがすごく、まあ、印象に残ってます。まあこんな感じですかね。はい、簡単ではありますが、ウェスティンホテルのレビューということで、この動画終わりたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。本日はウェスティンホテルからお送りしました。